のみんなのお客様も我の中に入って一緒に踊ってみてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお暇ですね、本当。ありがとうございます。ダメ。ここでシーンってせんねえよ、ちょっと。いや、まあ、楽しいやろうね。そう、前半と後半でね、うん、出てるお店も変わってますしね。毎日でも違うものが楽しめると思う。楽しいですよ。見るのがこの厚みのいいとこです。はい。でね、そして、うん、ね、7日間、何回ぐらいしましたかね。もうね、50回ぐらいしたんじゃないですか。50回ぐらいした。はい。このお祭りの共通のテーマがございまして、長崎はうまいっていうのをテーマにみんなで盛り上がっていこうっていうお祭りです。長崎の美味しいお酒、長崎の美味しい食べ物をみんなで食べて飲んでワイワイ盛り上がりましょうという意味は込められております。はい、はい、で、また見ますか。そう、乾杯のね、温度がこの会場ちょっと違います。うん、はい、夢サイト横、またこだわる、またおくんち広場では現在、明日までドイツビールの祭典長崎オクトーバーフェスト、はい、大絶賛開催中、盛り上がってますよ。ドイツのビールもね、ドイツビールも美味しいです。はい、みんな盛り上がってます。はい、ただですね、あちらの乾杯ってやってるんですよ。はい、ただこの乾杯がね、ドイツ語でリズムに合わせて乾杯をするんです。そうね。はい。なんて言ってるんでしたっけ？ですね、ドイツ語で、うん、ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃららって、うん。それパキスタンの言葉ですか？パキスタンでも。ドイツ語で、ね、はい、ドイツ語でみんなでね、乾杯ってやって、会場をみんなで一つになりましょうというね、ことを時々やってるんです。そうなんですよ。ただここは、うん、日本。そして長崎、はい、長崎ですよ。はい、そしてこのお祭りのテーマは長崎はうまい、はい、じゃあ僕らはこのね、長崎はうまいっていうのでみんなで乾杯をしましょうということになってまして。そうなんです。はい、よろしいでしょうか。皆さんもう知ってるよ、そんなのっていう人いらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。乾杯をしたことある方徐々に増えてきましたね。徐々に増えてきました、ね、ありがとうございます。もしね、よかったら皆様、右手を高らかにグラスをお持ちになってください。はい、この会場一つになりたいと思います。みんなで乾杯をしましょう。会場の皆さん、お願いいたします。よろしいでしょうか。外の方も聞こえてますか。よろしいですか。みんなで乾杯しましょう。右手を貸してください。やりましょう。出店者のみんなもよかったら、手が空いてる方は右手だけ。結構忙しそう。忙しそうだよ、ね、まだまだ後ろの方上がっておりません。いきますよ。右手を貸してください。右手上げてください。まだまだよさこい終わったからって終わってないよ、この祭りみんなで一つになりましょう。僕が大きな声で長崎はと言います。その後に皆さんはうまーい、よろしいでしょうか。このうまーいで乾杯です。乾杯ですよ。いきますよ。お願いします。上がってない、もっと上げてください。皆さん、いきますよ。ありがとうございます。いきます。皆さんの背中、稲佐山展望台に聞こえるぐらい大きな声での発声お願いします。いきまーす。長崎はー